ホルム・ウィルキンソンはアイルランド生まれの歌手、俳優である。ミュージカル、レ・ミゼラブルの初代ジャンバルジャン役やオペラ座の怪人のファントム役として知られている。1944年、ダブリンのドリムナで生まれ、音楽に囲まれて育つ。母親はアマチュア演劇に参加しており、バイオリンを弾いていた。父親はバンジョー、ピアノを弾き、歌をよく歌っていた。 アイリッシュバンドにいくつか参加した後、1972年にアンドルー・ロイド・ウェバー作曲のジーザス・クライスト・スーパースター・ダブリン公演でイスカリオテのユダヤクを演じミュージカル俳優としての道を歩み始めた。その後、ロンドンでのサイエンやイギリス全国ツアー公演でも同役を務めた。1976年にはエビートのコンセプトアルバムに契約で参加した。 ロンドン初演時の同役のオーディションは受けずにシンガーソングライターとしてのキャリアを開始した。1977年には自分の名を冠したアルバム CT ウィルキンソンを発売した。このアルバムはアイルランドのチャートで8週連続1位を記録した。1978年のユーロビジョンソングコンテストではアイルランド代表としてボーンツーシングを歌い5位となった。 1984年には、ダブリンのオリンピアシアターで上演されたジャンヌ・ダルクの、生涯と時代に基づくミュージカル、ボイセズで主演を務めた。このミュージカルは、デリーを拠点とする作曲家、トミー・ティシード・ハーティーが主都曲を書いており、当時発表された、シングル、チャイルド・オブ・デスティニーは今でも、iTunes で聴くことができる。1985年、彼は、アンドルロイド・ウェバーと、 再び一緒に仕事をした。シドモントンフェスティバルでの支援で、オペラ座の怪人のファントム役を初めて演じたのである。彼は、ロンドン初演での同役もオファーされていたが、レミゼラブルのジャンバルジャン役を選んだ。同年10月に、レミゼラブルのロンドン公演が開幕し、1987年3月には、ブロードウェイ公演も始まった。当初、アメリカの俳優組合は、ウィルキンソンが、 ニューヨークでジャンバルジャン役を演じることに反対した。アメリカの俳優以外は国際的なスターでない限り使わないという方針のためである。このことに対し、プロデューサーのキャメロン・マッキントッシュは、ウィルキンソンがジャンバルジャン役でなければ開幕を認めなかったため、俳優組合側が折れることとなった。彼はこの役で、ヘレン・ヘイズ賞、アウター・クリティクス・サークル賞、 シアターワールド賞を受賞し、トニー賞、ドラマデスクアワードのミュージカル主演団優勝にノミネートされた。1989年、パンテージ劇場で上演される、オペラ座の怪人のトロント初演のファントム役をオファーされ、カナダ・オンタリオ州トロントへ家族で移住した。彼はそれ以来カナダに住んでおり、2000年代初頭には、カナダの市民権を得ている。1990年に、 リリースされたジキルハイドのコンセプトアルバムではヘンリー・ジキル役で参加した。1995年にはロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われたレ・ミザラブル10周年記念コンサートでジャンバルジャン役を務めた。1998年8月から1999年1月にはトロントのプリンセス・オブ・ウェールズ劇場でジャンバルジャン役を再び演じた。 その後すぐ、1999年2月から5月に、ダブリンのポイント劇場で、2002年6月から7月には、上海市の上海大劇院で、再び同役を務めた。2002年にリリースした、アルバム、サム・オブ・マイ・ベスト・フレンズ・アー・ソングズでは、キャット・スティーブンスの、ファーザーサムを、息子のアーロンとデュエットした。このアルバムは、彼が、 個人的に好きな曲や舞台で歌った曲で構成されている。2007年10月から11月にはスーザン・ギルモア、グレタ・ボストンと共にカナダ横断コンサートツアーブロードウェイビヨンドを開始した。2009年3月8日にはワシントン DC のジョン・ f ケネディセンターで行われた上院議員であるエドワード・ケネディの誕生祝いに参加しオバマ大統領と一緒に ハッピーバースデーを歌った。同年4月12日から放送開始した連続ドラマザ・チューダーズ背徳の王冠のシーズン3ではダーシー・キョを演じた。5月24日にはワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂で行われたナショナルメモリアルデーコンサートで大観衆の前で歌い全米各地へ生中継された。2010年1月にはソロアルバム ブロードウェイビヨンドザ・コンセール・ソングズをリリースした。このアルバムには2007年のカナダ横断ツアーで歌われた曲がすべて収められている。同年10月3日にはロンドンのオーニーアリーナで開催されたレ・デミゼラブル25周年記念コンサートにおいて他の初演キャストと一緒にスペシャルゲストとして登場した。また、バルジャン・カルテットとしてアルフィ・ーボー、ジョン・オーウェン・ジョーンズ、 サイモン・ボーマンと共演した。このカルテットは2010年12月16日にロンドンパラディウムで行われたロイヤルバラエティパフォーマンスでも生披露された。2011年10月1日から翌日にかけてロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われたオペラ座の怪人25周年記念公演で新旧のファントム役者たちと共に登場した。2012年公開の映画 レミザラブルでは、司教の役を演じた。2014年1月のトロント公演では再度、この役を務めた。2015年4月には、東京の東急シアターオーブ、大阪の梅田芸術劇場で、来日公演、コールム・ウィルキンソン・ブロードウェイ・ビヨンド・ジャパン、コールム・ウィルキンソン日本スペシャルコンサートを行った。ソロアルバムキャストアルバム舞台映画、テレビドラマ、ありがとうございます。